Hello, this is Hiroshihaya Shi, 京花平山 Japan, Homeland of Madonna.In Japanese, 皆さん、こんにちは、えー。マドンナの故郷。ダヴィンチは、マドンナの故郷を絵として書き残していました。えー、これは1095号、前々号ですけども、その中で平山京子さんがですね、キルケという、まあ、山の中に、 マリは住んでいた。すなわち、イナンナですね。で、マリプラスイナンナがマドーナになったわけです。で、その、キルケという山をしゃべってみることにしました。これがイナンナですね。女神の中の女神。そして、まあ、ウルクの、まあ、あの、古代はですね、あの、月だから女性であるとか、あら、女王だから男の王よりも下であるとかという考え方は当てはまりませんね。 ま、それをま、ちょっとあた頭の中に入れといてくださいね。そしてダ、ダヴィンチは、岩屈の聖母子っていうのを2枚描いたわけです。なぜ岩屈かということなんです。まあ、あの、1095号を見てくださいますと、どうしてこのダ、ダヴィンチはこんな絵を描いたかという謎も分かっていただけると思います。では、皆さんは、皆さんをですね、チェルチェオ山、チェルチェオですね、キルケの洞窟へ、 まあ、キルケの洞窟はわかりませんけれども、キルケの洞窟があると言われた、このチェルチェオ山へ、えー、案内いたします、えー。この半島なんですね。この半島をもう一度見た時に私はびっくりしました。なぜかというと、ダヴィンチはこの半島を絵として書き残していたんですね。しかも、上空数十キロの高さから見た地図なんですよ。それは続くビデオを,、えー、をご覧ください。その中でチラッと出てきます。はい。 どうしてそんなことがダヴィンチができたかということも大きな謎ですけども、えー、ここを見たときに私はそれに気をつけました。Hello, this is Hiroshi Hayashi Satoshi Mori Moto Japan. ダヴィンチ could fly in the air.Mystery of Mount Moses. ダヴィンチは空を飛ぶことができた。 モーゼ山の謎。森本聡さんがですね、モーゼ山の決定的な写真を送ってくれました。これがあの、岩屈の聖母子、ダヴィンチの絵ですね。その上の方に奇妙な山が描かれています。まあ、実に似つかわしくないと言いますか、どうしてこの絵を描いたんだろうってことになるわけですね。そしてその地下に、まあ、聖母子がいるわけです。えー モーゼ山。これがモーゼ山です。まあ、ああのー、し、シナない山。以前はしない山とも言われたんですけどもね。しない山は、どうも、アラしない半島にあるわけじゃなくて、アラビア半島にあったということが最近確定しつつあります。でもこれがモーゼ山ですね。あのー、写真を送って、あの、くださいました。で、その写真とですね、ダヴィンチの岩窟の 聖母子に描かれている山と、えー、比較してみます。まあもう一色戻りますけども、これが岩屈の聖母子ですね。そしてその上の方に、まあなんて言いますか、奇妙ですね。こういうところにこういう山が描かれていると,と,ということ自体が奇妙なんですけども、これがダヴィンチの猛ゼ山だと、もう確定、 してもよろしい,いかと思います。で、下があの森本さんが送ってくださいました写真ですけども、えー、一つ注意していただきたいのはですね、まあ、これよく似てる。これなんかもそっくりですね。で、もう一枚、これもよく似てるんですけども、注意していただきたいのは、左右が反転しているということなんです。で、ここで反転しますよ。で、これはあの、左右反転というのはもうダヴィンチのお家芸でしてね、もうあちこちで使ってるんですね。 で、この切り込み、岩の切り込み、もちろん形は似てますが、真ん中の山が上の方がやや高いかなという感じがしますが、下から見上げれ,見上げればそういうふうに見えるかもしれません。そしてこの岩の間にあるあ、まあ、割れ目というか切,れ切り込みが似てるということなんですね。そこで、えー、もう一度フェレンツェに戻っています、えー。ルネサンスのいわゆる、まあ、本拠地ですね、えー。これがフェレンツェです。で、ここで、まあ、ルネサンスは、 起こり、暗黒の時代が始まったわけであります。これはフェレンツェです。で、これがダヴィンチの書いた、あの、まあ、地図ですね。で、これ、やっと称号できましたというか、実はダヴィンチはフレン,フレンツェを書いていたんですね。こうして、あの、合わせてみますと、一致するわけです。で、どこがポイントかと言いますと、やはり川の、川の、な,なんて言いますかね、流れですね。 それから、この白黒を通してセフィアカラーにしてってやりますと、もう区別はつきませんね。このように山がですね、黒くなり、部屋が白くなる、なでなどということをですね、どうしてダヴィンチが知っていたかということも問題なんですよね。で、これが川の位置を辿ってみますと、川の位置も川の形、位置も同じだということはこれで皆さんお分かりになったと思います。上が、左上がダヴィンチ、右下が実際のグーグルの写真です。で、ここがフィレンツェ。で、白黒にしまして、えー もちろんあの、現在のね、あの、g l e の方は、都市化が進み開、開発も進んでますから、形、山などは崩れているかもしれません。あそれはも当然この500、600年、日本でもね、大きく変わりましたので、あの、しかし基本的な形は同じなんですね。川の位置とか山の形、それから平野の位置ですね。まあ皆さん自身でご確認ください。下が Google です。これはあの海へ出る、あの、川の河口ですね。 そしてそのもう一本川があるんですけども、これも同じところに同じように書かれているということなんです。なぜダビンチはこんな地図を書くことができたかということを皆さん自分の常識を使って考えてください。フィレンツはちょうどここにあるわけですね。そこで私フィレンツェからですね、フィレンツェのちょっと郊外にある丘の上からですね、周囲を見てみました。これがフィレンツェの あの、やや南側にある丘の上から、まあ、これでもう丘の上なんですよ。周囲をぐるっと見ました。これが東側です。そして、今度は南側を見てみます。だいたいずっと、ま、こういう形になりまして、その、全体を見,見渡せる、見渡せるような、あの、場所ではないんですね。なだらかな丘が続いてるっていう感じなんですね。で、これがダヴィンチの書いた地図なんです。 で、これと同じような高さに持って、グ、えー、Google a をずっと上へ伸ばしてみますと、全体がこれ映るところまで持ってきますと、なんと、172キロ。飛行機が約10キロの高さを飛んでますからね。その、17倍の高さの、高さから書いた枝っていうことになるわけです。そこで結論ですけども、ダヴィンチは空を飛ぶことができたということなんです。ですから、アラビア半島、あるいはもしくはシナヤ半島へ行くのはもう簡単なことだったんですね。 そこでこの絵を描いたわけですけども、そうすると皆さんの中にはですね、誰かがスケッチしたものを真似したんじゃないかとおっしゃるかもしれませんけども、原画はこっちなんですよ。こちらがオリジナルで、そしてダヴィンチはそれをいつものように左右を反転させて、それを岩屈の聖母子の中に書き込んだということになりますね。ハロー this is hiroshima, hamama city, japan. i show you here two sketches sketched by leonardo from high above the sky. one is a map of the city of imola, and another one is a map of central italy, seen from at least 200 kilometers high above. leonardo was such a man as could do such things. イモラの街の地図とイタリア中部地方の地図です。中部地方の地図は少なくとも高度 200km 以上から見たものです。共にありえないほど正確です。それを知っていただきたかったので、以前作りましたビデオを編集して皆さんにお届けします。こうした事実をどう判断し、その向こうに何を見るかは皆さんの問題ということになります。ではゆっくりとご覧ください。 Bye for now これはイモラの,の実際の,の現在の地図で、地図というか、空撮、写真ですね、宇宙から見た写真です。で、これを色を落としてみまして、私なりにダビンチ風に地図を作ってみました。これは実際のイモラの街の様子です。そしてこ、これらをですね、まず A と比べてみます。 ダビジチの描いた、作ったと言われている A です。全く同じなんですよ。寸部、タがわず同じなんですよ。今度は B と比べてみます。これもまた寸部の、タがわず同じなんですよ。これについてですね、外国の方ですけども、高い塔に登って作ったか、書いたからこう同じになったんだって言いますけど、塔から見たって地図なんか書けるわけがないでしょう。 東京タワーから見て東京の塔の地図作るのって不可能ですよ。まあ要するにこういうふうにこう比べてみますと、ここに易ができてるの分かりますかこの道の上側に。これまで同じなんです。あと細かいところは続くビデオの中で精査いたします。じゃあここにある点々は何かということなんですね。これは車なんです。ということは、この下の道路の上に点々とある、これは馬車と私は考えます。当時馬車はありました。ですから、この道路の上に点々とあるのは馬車まである。馬車まで書いてある。 それからここに点々とあると、まあ、こ,こ,はここはどんなところか、私、調べてみましたら、ここは昔からあるレストランだということが分かりました。真ん中の写真がそうですね、でこ,のここにこう広場がありますね、この広場がちょっと不自然ですね、おそらくなんらかの形で、まあ、例えば火災だとか、何かであの壊れた後だと広場だと思います。 木があるの分かりますかこの丸いものが何だか分からなかったんですけども、この丸いのは木だということが分かりましたですから、ダヴィンチの地,あの地図の中には木まで書き込んであるということなんですね。さらに驚くべきことは、この、まあ、城といいますか、 教会後ろでしょうね、おそらく、ここに上の建物と下の建物、中,中,中,中のような建物がです、ね、ややこう、あの歪んでますね、ゆ歪んでるというか、平行じゃありませんね、こんな微妙なところまで表現してあるということなんです、この位置から見たあの写真がこれなんですけども、とても空から見て分かるような位置にはないんですよね、どうしてこんなことができたかということを皆さん考えてください、どうしてダビンチはこんなことができたかということなんです。 まあもっとこれからあの今まで調べてきたことをここから皆さんにお見せいたしますから皆さんご自身で判断してください。Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a s u Japan.Tricky Magic by Leonardo da Vinci.You are cheated.This is a story about it, and I'll show you another map. スケッチ ed by Leonardo da Vinci in Japanese.、Uh, 今日、ある方からですね、あの、リオナルド・ダ・ヴィンチが書いたイモラの街の地図が送られてきました。それ、まあ、その方の説明によると、もっと精細な地図が見つかったと。で、あなたが言ってることは、まあ、言ってることがですね、合わないとということなんですね。これは私が使ってた地図なんですよね。あのダ・ヴィンチがまあ 航空写真をを使っていたっていたたととうことを証明するためにでその方が送ってくださったこのイモラの街の地図はこの地図なんです。まあ、精査あの解像度がはるかに高いといいますか、精細な地図なんですね。で、まあ、それで見あの、まあ、調べてみられたみたいですね。そしたら、私の言ってることがず、まあ、当たらなかったということなんでしょうね、結局はね。で、まあ、あの上の方と私の方を A とし、その方から送ってきたのを B として。 こう比べてみますと、これは残念ながら同じ地図ではありませんね。まあ、こうして比べてみてくださると分かりますように、あるべきところにあるべきものがない、線がない、あったりというのことで、まず第一にみなあの皆さんに知っておいていただきたいのは、この2つはですね、下は確かに解像度が、まあ、レゾリューションがですね、2倍ほど高いというか、分かりませんけども、はるかに精細です。しかし、同じ地図ではありません。あの上上の地図は、あの 前,前後ですか、私が精査して、この後にはそのビデオをつなげておきますけども、その地図なんですよね、イモラの町の地図なんです。私が航空写真だと指摘してきた地図なんです。右の方がその方があの指摘してくださいました、高解像度の地図なんですね。でダヴィンチのところを調べますと、あのウィキペディアで調べますと、この地図,地図が出てくるわけです。でそれをクリックしますと、大きなまあ解像度の高い地図があ表あの表示されるんですけども、まあこうして見ていただくとわかりますように、まあ まあまあ、説明は必要ないですね。で上の方が、まあ、あの解像度は低いですけども、実はあの精度が高いんです。精度が高いということは、はっきり言えば地図に近いということで、その証拠は最後にお見せいたしますが、こうして比べてみてください。下は明らかに手書きの地図です。あるいは上の地図をですねトレーシングペーパーのようなものを置いて、もう本当に、もうなんて言いますか、丁寧に、丁寧に、もうなんて言いうすかね、 あのどういったらいいのかもう、極めて精緻に書き写した地図なんです、右の方はね。そして左の方はあは航空写真をもとにして作られた、あまあ、それをですねあの加工して作られた地図だということなんです。ですから、あの左の方には影が映っています。右の方には影がないですね、手書きです。平べったい感じがします、皆さんお分かりですかそしてこうした部分、右の方は手書きだということは明らかに分かりますねあの、線引きとペンで書いた地図だと。 まあこういった部分ですねあのただ今の,今の,、ね、あのグラフィックソフトなんかですとあの写真でも手書きのように表現できますからね、まあ、エイリアンたちあるいはダヴィンチはですねはるかに今の人間が使っているよりも 高度な、まあ、でも、すか、プリンティング技術を持っていたというふうに思われます。まあ、こう、今、何を、まあ、まず第一にしておいていただきたい、してほしいことはですね、この、まあ、その方には申し訳ないんですけども、あの、送っていただいた地図というのは、これは別の地図だということなんです。 そしてまた別の地図であると同時に、手書きであると同時に、ですね、そしてあの平べったいところは平べったくて何も書いてありませんね、そして上の方はですね、一見あの解像度が低いので、あのいわゆるそのコントラスト、あるいはあのガンマを上げたたびに、ですね、補線が太くなっているような感じですけども、そうではなくて、これは影なんですね。 あのそれはあの続く豪雨の中でもう一度説明します、それからあのこの、えー、土手のところを見てください、川の、ね、土手のところを見ていただくと分かりますように、平べったくて何もないし、下には何もないですね、上のっラらでしょ、上の方はなんとなくこう芝生が生えているというか、草が生えている、もやもやした感じが分かりますね、それから他のところでも調べてみましたけども、これは欄外と言いますか、ですけどもやはり同じものではないと、むしろあ左の地図の方がですねあが航空写真っぽいということですよね。 そして航空写真からプリントアウトしたという感じがするわけです。でこれはもうあの、まあ、明らかに違うということを今もう一度説明しているんですけどもあの、ダ・ヴィンチは右左あの左右逆で反転して字を書いたという,ふうに言ってますけど、逆なんですね。反転したんじゃなくて、あのはい。あのあ 字をですね、反転して、なんて言いますか、あのコピーしただけなんですね。それはあのあのコンピューターの世界では簡単にできますでしょう。で、これもう一回あのこれ、ここなんか明らかに違いますね。あの左の方が、あの左上の,あの私が使ってた地図の方がはるかに精細だということなんです。精細ってことはあの、解像度は低いですよ。解像度は低いけども、より精細だということなんです。この土手を見てください、もう一度。あのあの右下の方の ハイレゾリューションの方、高精細の方の地図はのっぺらぼうで、地図としては精細ですけども、ということは分かりやすく言いますと、ダヴィンチはですね常にこうした地図だとか、エルムにしてもそうですけど、2枚ずつ同じようなものを用意するという、一つの思考パターンがあるんですね。ということで、まあ今日は A と B を比較していただきましたが、実は私が言いたいことはこのことではないんです。 このことではないんですよね。A と B は、ま、明らかに違った地図だということは分かっていただ,きいただけたと思いますけれども、このことではなくて、こうした手法でダヴィンチは私たちを騙し,ててた騙したということなんですね。その一番分かりやすい例がモナリザの絵なんです。ね、あのダヴィンチはどんな人だったかというのは、このモナリザの絵を見れば分かるわけですね。モナリザの絵、ラージャコンテはです、ね、2枚あるわけですね。この若い方の女性と。 そして、この女性と、あのー、比べてみて分かりますが、全く同じなんです。全く同じなんですよ。これはプリントアウトして、ただ、その、真夏のなんか、なんかのね、ソフトを使って、若くしたり、あのまあ、年配のか女性にしたりということをやったんでしょうけども、 どこなん寸部違わず同じなんですからね、こういうことができると、そうすると皆さんはね、こう,すこういうふうに言うんですね、弟子が描いた、弟子が描いたって、あのこれ、弟子が描いたかどうかということをずっと議論してきたんですけど、最近になって初めてというか、やっと去年ぐらいでしたかね、えー、ダヴィンチの作品だと、まあ、あの画風、それから絵の絵のタッチが同じだってということですね、弟子が描くと、こんな絵なんですよ、これは当時のダヴィンチの弟子たちが直接に描いたあモナリザの絵なんです。 全然似てないでしょっていうことは、模写はね、簡単にできるもんじゃないんですよ。彫刻にしろ、絵画にしろですよあので。簡単にできるもんじゃないんです。さあ、そこで皆さんに今日は最後にですね、私の作品を見せてあげましょう。いいですか私だってダメンチなんかに負けてませんよ。これは実際のイモラの街です。よくご覧ください。現在、Google アースで捉えると、こういうふうに捉えられるわけですね。そして画像処理をいたします。そして、 ね、画像を処理して、道が黒く映ってますから、まあ、まあ、これを明るくしてあの、反転します。そうすると道が、道が白くなりますね。で、これからまたさらに、さらにセピアカラーにして、コントラストを上げて、そして、もう少しコントラストを上げてみますね。そうしますと、こういう地図が浮かび上がってくるんです。この地図をよく見てください、皆さん。あのダヴィンチの書いた地図と変わらないでしょ。比べてみましょうか。 ダヴィンチが空から見た絵を描いたって,って私は言ってるんですけども、これを比べてみてください。この細かいところを比べてみてください。あとはもう少しコントラストを上げれば、あのダヴィンチの絵と同じになると思います。白黒、も黒を反転してね、影のつけ方をよく比べてみてください。これがその証拠です。Thank you very much for your watching。ああ、そうそう。アルバート・アインシュタインはこう言いました。You are cheated! ははははは Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamam City Japan. Leonardo Da Vinci's Aerial Photograph Its Proof and Evidence Leonardo Da Vinci's Koku レオナルド・ダビンチェの残したこの地図を精査しています。これはイタリアのイモーラの町です。駿府たがわずというかやはり500年以上の年月が経ってますから家の数それから道路のあ雰囲気は多少変わっていますがしかし基本的な構図は全く同じといいますか明らかに航空写真であるということなんですね。ではその証拠をいくつかお見せします。 まず第一にですね、こうして合わせてみます。まあ、一つはちょうど中央、やや右下にあるのが、これは教会ですね、当時も今もあると思われます。そのままなんですね、でこう重ねてみますと、実によく似て、道の太さ、長さ、傾き、それから道の変化がしてますね、あの太くなったり細くなったり、そういう部分まで同じだということにご注意ください。 で、さらに拡大してみますと、ここに教会の屋根が見えますね。この今の矢印の方から見たのがこの教会ですあ。そしてこの屋根を見てください。どうしてダヴィンチは屋根の様子まで描いたのでしょうか。おそらく煙突か何かだと思うんですけども、今度はこの角度で見てみますと、こういう風に見えるんですね。普通は歩いていてて、 地図を描いたららこのの屋根の様子はわからないはずです今度はこの角度から見,てま,す見,見ますと、向こうの方向手前になってますか、えー、建物がありますね。この建物の屋根まで書いてある。これ、ひょっとしたら中央部は中庭かもしれません。どうして屋根の上から描くことができたのでしょうか。 どうして屋根の上の様子をダヴィンチは描くことができたのでしょうかそれは空から見たからなんですね。そこでは空から撮った写真だからこそできたんです。えじゃあ、ここの黒い部分は何かということですよね。当然、歓迎ですよね。 じゃあ、この部分をですね、実際にどういうふうになっているか、当時のままだと思いますので見てみましょう。この矢印の角度の方から見てみますと、こういうふうに高い塔が見えますね。大きな塔。それから厚い壁が見えます。ちょもう一度こちらから見てみますと、こういう高い、なんてますか、塔というかあー、見えますね。これが大きな影を作っていると考えられます。じゃあ、この道の横になぜ影があるかということなんですよね。 あの家は左の方はありませんがね、昔は今はありますけども、それについてはこうした修道場、それに続くまあなってますか、ね、大きな教会が近くなりますが、こうした塀で取り囲まれていたと考えられます。今は家が建ってしまって亡くなってしまっているわけですね。まあ、このようにダヴィンチの絵はです、ね、調べれば調べるほど航空写真であったということが分かるわけです。なぜダヴィンチはそんなことができたか、当然エイリアンに助けられていたからです。あるいはダヴィンチ自身がエイリアンだった。 可能性が高いもっと言いますとダ・ヴィンチ自身ははっきり言いますレプタリアンでしたこれがダ・ヴィンチの若い時の自画像です Thank you very much for watching and see you again next time Bye どうか次のビデオもご覧ください Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan Today's story is about the trick made by Leonard Da Vinci a map drawn by 2D photograph technology I'd like to prove that he used a trick, very serious trick, to cheat humans or us. Today's no monogatari wa Leonardo da Vinci no tejina, trick, inchiki, This is a very serious uh, problem, so uh, please watch this video very carefully and uh, you, you judge. If、uh, what I what true say or not これは私たちのみならず、ダヴィンチにとっても大変、まあ、なんていますか、迷惑に関わる重大な問題です。ですから、皆さん自身で判断してください。これがあーイモラのイタリアの街です。で、ダヴィンチはこのイモラの街の地図を残しました。この今、黄色いところ、黄色い線がですね、1.41km。もう十分大きな街ですね。 で、ダメージが残した地図がこの地図なんです。先ほどお見せしましたように、まあ重ねてみたところ、寸部がわず同じなんですね。が、それだけではありません。この道路、見てください。地図は地図でも、この地図はいくつかの特徴があります。すなわち、道だけではないんですね。この交差点がややずれている部分、それから道の太さまで正確に表現してあります。 のみならず、当時は家は少なかったと思われるんですけども、家々まできちんと書かれているということなんですね。家まで。そして、今も言いましたように、道路の太さがですね、極めて正確に太い道は太く、細い道は細くというようにですね、正確にあー表現してあるということなんです。私たちが一般的に使う地図とは違うってことですね。違うというか、あのまあ、今はこうした地図がありますけども、 例えば、道が凸こ,こしている部分、今の部分ですね、こうして広場があるところ、道が細いところが曲がっているところ、微妙なライン、こうしたところまできちんとあの表現してやるということなんです。そしてその、例えばですね、地図ですから道が分かればいいというように、道を書くのではだけではなくて、太さまで細い路地は細い路地そして、えー その細い路,路地がですね、500年以上も経った今も、まあ、イモラの街では残ってるわけですけども、こうしたところ、この道がずれてるの分かりますか上から来た道がややほんのわずかずれてる。それまで表現してあるわけですね。そしてこの傾き、角度、家の,の道路の傾いてるところ、そしてこれが完全にクロスしてなくてね、ややずれてクロスしている部分など、まあ、イモラの街は最後にお見せしますが、非常にこう、あのごちゃごちゃした街なんですよね。あのでこの空から見た 何て言いますか、家の様子まで描き込んであるわけです。分かりますかあのいわゆる、何てうかな家、中庭まで描き込んであるということですね、分かりやすく言いますと。あのそしてこの、ここの部分見ていかさてくださいと分かりますけども、道がですね、まあ、500年経ってますから、かなりまあいろいろとあの家も変わったんでしょうけども、細い道、この微妙な細い道まで、えー、描き込んであります。これが大通りでしょうね。 そしてその間に、まあ、あの細い道があるわけですけども、まず皆さんはこの事実をしていただきたいと思うんですよね。あの道の太さがきちんとあの表現してあること。この辺りもそうですね、細い路地まで囲んであるということですね。しかもその角度、えー、太さし、しつこいですけど太さまで、道路の、ね、幅まであの、違いまで表現してあるということですね。今のところも道が一回ちょっとこう折れ曲がってるんですけど、こ,れこのところもそうですね。 あの今は道になってますけども太いところは太くというふうにその太さもですねあの正確にあの航空写真のようにあの表現してあるということなんです。この角を見てくださいね細い道と太い道そしてここで何て言いますかね、まあ、今これあのこのや,ややこう斜め下の方へ下がっている道の表現ね あの、ってことは、このダヴィンチはこの地図を書くときにですね、書く通り、それぞれの通りの角度まで全部きちんと測って、測ったいうことになってしまうんですね。そしてこの細い道。今のやや曲がった道。まあ2、二度目ですけども。そしてここのところ、太い道がここでぶつかって、上からの細い道がここから、あの、入り口が細くて中が太くなってますでしょ。今のところね。で、この広場のところを見てくださいね。で、これを広場をここへ持っていきます。 そしてこの辺りがどんな様子であるかということは、まあこれは500年前も今もここが広場になっているわけですけども、その広場が実はこういうふうになっているわけですね。いわゆるその目線の高さではですね、こうしたごちゃごちゃした街並みというのは、まあ当時は家は少なかったにしてもですよ、あの、広、全くの平らな場所をこの測量するという問題でもないんですよね。まあ、そしてこの道が、 あの書き込んであるわけですけどもここでもまあ細い道がここにこうありますねそしてその十字路がややずれているところまで表現してあるでこの、まあ、く繰り返しになりますけどもただのど地図ではなくてまさに空から見た家まで書き込んであるということなんですよねそしてその家も、まあ、あの大きく家は変わったんでしょうけども あの残念ながらはっきり見えませんが、それ、この今度横線に切っていましてね、これを逆さまにして、まあ、逆さまにすることによって、照合が楽になりますから、こうして合わせてましてですと、ね、ぴったり重なるんです。ということは、極めて正確に、まあ、普通では考えられないほど、それこそもう道路一本一本全部精査して、何メートル、何センチまで測って、3日は無理にしてもね、測ってこうして合わせて、作ったってこと、地図を作ったってことです、上がダビンチの地図です。 別のところでも同じようにあの、同じ箇所を切り出して下を逆さまにします。こうすることによって、アップサイドダウンにすることによってですね、あの、幅の間隔、プロポーションをね、正確に知ることができますから。そしてこの道を合わせてみますと、これは上下がね、ややずれてますから、あの、この矢印のところで見てください。このようにぴったり重なるんですね。ということは、あの、この地図を作るにあたって、ただ測量しただけではなくて、 え、角から角まで何メートル、何十センチ、何十何センチっていうところまできちんと測量してやったっていうことしか考えられません、ね。もし人間が書いたとしたらですよ。こうして、この、なんて言いますか、道ができていくわけですけども、この広場もそうですね。これはまあ、先ほどもお見せしました。で、今度はですね、じゃあ、プロポーションはどうかと。で、この距離が1058.9メートルなんですね。で、地図の上で測りますと、82。 センチミリなんですあの小,さく小さいですから当然エラー出ますよね。でここが5、24. 2 4 2ルなんですね。この黄色い線が。ちょうどあの角から角、測りやすいところを選びました。そして測りまして、同じように色,あの色のメジャーで、あのー、測っていきます。そして、えー、測りましたですね。そうすると、その距離をですねあの紙,紙の測った8 2ミリ割ると12.91、12.63という数字が出てくるんです。 で、これじゃ足りませんので、さらに2箇所念のために測ってみました。で、ここが474メートルで38ミリですね。あの、プリントアウトした地図の上では。で、割りますと12.47。わかりますかこの正確さ。で、今度は780.5メートルですけども、それはあの紙の地図の上で測ると60.5ミリメートル。割ると12.90ということになるわけですね。まさに、 性格12ですね、いわゆるこのエラーの,あの誤差を、紙で測ったセンチはあのどうしてもあのあのエラーが出ますかね。これはまさに写真だということですね。これが私の結論です。これは手で書いたものではありません。で、あのイモーラの街を、まあ、見ていただきますが、このこ,こはあのダヴィンチの時代からあったところですね。こうしたもの、これもダヴィンチの時代からあったものですね。イモラのストリートビューです。 あとまあ、あの、道路のことはね、500年前のことですから、わかりませんが、現在、要は、現在はこういう感じですね。こういう中で、先ほど申し上げましたように、地図を作るということは、あ,あのような地図を作ることは、はっきり言います。不可能です。空から写真を撮って、それをその、プリントアウトして、それを元に、地図を手で書き写すことであれば可能ですけどもね。人間が測量して作るのは不可能です。 可能だというなら可能なるなる方法を見せ,見せていただきたいと思う。さらにダヴィンチは手のコンだは、まあ、はっきり言えばインチキをしてますね。この放射線を見てください。いっぱい線書き込んでありますでしょこの線は全く無意味なんです。あたかも、この測量して書いたということを見せかけるために、全部でですね、3 2等分して、そしてその、あの、測量したように見せかけてるわけですね。 こんな線を引いたところで、街の、それが、あの、なんて言いますか、地図が書けるわけがないんです。ということで、あの、三角測量、測量でね、三角形を合わせていろんな、あの、まあ、それは、あのあ、の現在の方法で使えばできますけども、しかし、そういう、そうでなければ、地上にね、歩きながらこの地図を書くことは、こんな、あの、不可能ですし、この線は全く無意味だということです。これがダヴィンチのトリックです。 Da Vinci was area saved Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The most beautiful thing in the world is mysterious. Mystery of a map by Leonardo Da Vinci. Who else created it? 皆さん、こんにちは。1 2 0 8号の追記版です。もう一度、詳細に言っていますか、ダヴィンチの絵を検証してみました。これがダヴィンチの書き残した地図ですね。これが実際の Google Earth 上の地図です。まあ、地図というか、見た地球の姿ですね。で、この両者を比較してみますと、まあ、この矢印のところ、 を見てください同じ位置を同じまあ川がねあの分かれているところあの形がはっきりしているところを線でつないでみましたでこのようにプロポーションが全く同じなんですねということは極めて正確に、えー、ダヴィンチは、えー、イタリア上空の地図を描いてるわけです、まあ、今度は色を落としてみましたがでこう山が黒く この場合はですね、部屋、今、白から判定しますから、部屋が黒く、山が白くなってますけども、山の形も非常に複雑に。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. I show you here two sketches sketched by Leonardo from high above the sky. ここで2枚の地図を紹介します。ダヴィンチが書いたイモラの街の地図とイタリア中部地方の地図です。中部地方の地図は少なくとも高度 200km 以上から見たものです。 ともにありえないほど正確です。それを知っていただきたかったので、以前作りましたビデオを編集して皆さんにお届けします。こうした事実をどう判断し、その向こうに何を見るかは皆さんの問題ということになります。では、ゆっくりとご覧ください。Bye for now! これはイモラの,現あの実際の,あの現在の地図で、地図というか、空撮空あの、写真ですね、宇宙から見た写真です。で、これを色を落としてみ見まして、私なりに、えー、ダヴィンチ風に地図を作ってみました。これは実際のイモラの街の様子です。そしてこれら、これらをですね、まず A と比べてみます。ダヴィンチの描いて作ったと言われている A です。全く同じなんですよ。 寸分ぶたがわず同じなんですよ。今度は B と比べてみます。これもまた寸分ぶたがわず同じなんですよ。これについてですね、外国の方ですけども、高い塔に登って作った書いたから同じになったんだって言いますけど、塔から見たって地図なんか書けるわけがないでしょう。東京タワーから見て東京の塔の地図作られて不可能ですよ。まあ、要するにこういうふうにう比べてみますと、ここに貝がで来ているの分かりますかこの道の上側に。これまで同じなんです。 あと細かいところは続くビデオの中で精査いたします。じゃあ、ここにある点々は何かということなんですね。これは車なんです。ということは、この下の道路の上に点々とある、これは馬車と私は考えます。当時馬車はありました。ですから、この道路の上に点々とあるのは馬車まである。馬車まで書いてある。それからここに点々とあると、まあ、ここはど,こがどんなところか私調べてみましたら、ここは昔からあるレストランだということがわかりました。真ん中の写真がそうですね。 で、この、ここにこう広場がありますねで。この広場がちょっと不自然ですね。おそらく何らかの形で、まあ、例えば火災だとか何かであの壊れた後だと広場だと思います。それから、ここに木が、まあるの分かりますかこの丸いものが何だか分からなかったんですけども、この丸いのは木だということが分かりましたですからダ、ダヴィンチのあの地図の中には木まで書き込んであるということなんですね。さらに驚くべきことは、この、まあ、城といいますか、 教後ろでしょうね、おそらく、ここに上の建物と下の建物、中,中,中の中うな建物がですねややこう、あの歪んでますね、ゆがんでるというか、平行じゃありませんね、こんな微妙なところまで表現してあるということなんです、この位置から見たあの写真がこれなんですけども、とても空から見て分かるような位置にはないんですよね、どうしてこんなことができたかということを皆さん考えてください、どうしてダビンチはこんなことができたかということなんです。 まあもっとこれからあの今まで調べてきたことをこごから皆さんにお見せい。皆さんご自身で判断してください。Hello、t h から is Hiroshi h a y ご自身で判断してください。h a m a o a れからの、ハママ a リ、Tricky Magic by Leonardo da Vinci。You are cheated.This is a story about it, and I'll show you another map. Uh, Sketched by Leonardo da i n Japanese.、Uh, 今日、ある方からですね、あのー、リオナルド・ダ・ヴィンチが書いたイモラの街の地図が送られてきました。それ、まあ、その方の説明によると、もっと精細な地図が見つかったと。で、あなたが言ってることは、まあ、言ってることはですね、合わないとということなんですね。これは私が使ってた地図なんですよね。あのダ・ヴィンチが、まあ 航空写真をを使っていたっていたたととうことを証明するためにでその方が送ってくださったこのイモラの街の地図はこの地図なんです。まあ、精査あの解像度がはるかに高いといいますか、精細な地図なんですね。で、まあ、それで見あの、まあ、調べてみられたみたいですね。そしたら、まあ、私の言ってることがず、まあ、当たらなかったということなんでしょうね、結局はね。で、まあ、あの上の方と私の方を A とし、その方から送ってきたのを B として、 こう比べてみますと、これは残念ながら同じ地図ではありませんね。まあ、こうして比べてみてくださると分かりますように、あるべきところにあるべきものがない線がない、あったりというのことで、まず第一にみなあの皆さんに知っておいていただきたいのは、この2つはですね、下は確かに解像度が、まあ、レゾリューションがですね、2倍ほど高いというか、分かりませんけども、はるかに精細です。しかし、同じ地図ではありません。あの上上の地図は、あの 前,前後ですか私が制作したこの後にはそのビデオをつなげておきますけどもその地図なんですよねイモラの町の地図なんです私が航空写真だと指摘した地図なんです右の方がその方があの指摘してくださいました高解像度の地図なんですねでダヴィンチのところを調べますとあのウィキペディアで調べますとこの地図,地図が出てくるわけですでそれをクリックしますと大きなま解像度の高い地図が表,あの表示されるんですけども、まあ、こうして見ていただくとわかりますようにまあ まあまあ、説明は必要ないですね。で、上のほ、まあが、解像度は低いですけども、実はあの精度が高いんです。精度が高いということは、はっきり言えば地図に近いということで、その証拠は最後にお見せいたしますが、こうして比べてみてください。下は明らかに手書きの地図です。あるいは上の地図をですねトレーシングペーパーのようなものを置いて、もう本当に、もなんて言いますか、丁寧に、丁寧に、もう、なんて言いますかね、 あのどういったらいいのかもう、極めて精緻に書き写した地図なんです、右の方はね。そして左の方はあは航空写真を元にして作られた、あまあ、それをですねあの加工して作られた地図だということなんです。ですから、あの左の方には影が映っています。右の方には影がないですね、手書きです。平べったい感じがします、皆さんお分かりですかそしてこうした部分、右の方は手書きだということは明らかに分かりますね、あの線引きとペンで書いた地図だと。 まあこういった部分ですねあのただ今の、今の今、ね、ののねあグラフィックソフトなんかですとあの写真でも手書きのように表現できますからねまあ、エイリアンたちあるいはダヴィンチはですねはるかに今の人間が使っているよりも 高度なまあ、でもすか、プリンティング技術を持っていたというふうに思われます。まあ、これ今何をまあまず第一にしておいていただきたい。して欲しいことはですね。このまあその方には申し訳ないんですけども、あの送っていただいた地図というのはこれは別の地図だということなんです。 そしてまた別の地図であると同時に手書きであると同時にですね、そしてあの平べったいところは平べったくて何も書いてありませんねそして上の方はですね、一見あの解像度が低いのであのいわゆるそのコントラストあるいはガンマを上げたためにですね、補線が太くなっているような感じですけども、そうではなくてこれは影なんですね。 あのそれはあの続く豪の中でもう一度説明します、それからあのこの、えー、土手のところを見てください、川の、ね、土手のところを見ていただくと分かりますように、平べったくて何もないし、下には何もないですね、上のっラらでしょ、上の方はなんとなくこう芝生が生えているというか、草が生えている、もやもやした感じが分かりますね、それから他のところでも調べていましたけども、これは欄外といいますか、ですけどもやはり同じものではないと、むしろあ左の地図の方がですねあが航空写真っぽいということですよね。 そして航空写真からプリントアウトしたという感じがするわけです。でこれはもうあの、まあ、明らかに違うということを今もう一度説明しているんですけども、あのダヴィンチは右左あの左右逆で反転して字を書いたという,ふうに言ってますけど、逆なんですね。反転したんじゃなくて、あのはい。あのあ 字をですね、反転して、なんて言いますか、あのコピーしただけなんですね。それはあのあのコンピューターの世界では簡単にできますでしょう。で、これもう一回あのこれは、ここなんか明らかに違いますね。あの左の方が、あの左上の,あの私が使ってた地図の方がはるかに精細だということなんです。精細ってことはあの、解像度は低いですよ。解像度は低いけども、より精細だということなんです。この土手を見てください、もう一度。あのあの右下の方の ハイレゾリーションの方高精細の方の地図はのっぺらぼうで、地図としては精細ですけども、ということは分かりやすく言いますと、ダヴィンチはです、ね、常にこうした地図だとか、エデムにしてもそうですけど、2枚ずつ同じようなものを用意するという、1つの思考パターンがあるんですね。ということで、き、まあ、今日は A と B を比較していただきましたが、実は私が言いたいことはこのことではないんです。 このことではないんですよね。A と B は、まあ、明らかに違った地図だということは分かっていた,きいただけたと思いますけれども、このことではなくて、こうした手法でダヴィンチは私たちを騙し,ててた騙したということなんですね。その一番分かりやすい例がモナリザの絵なんです。ね、あのダヴィンチはどんな人だったかというのは、このモナリザの絵を見れば分かるわけですね。モナリザの絵、ラージャーコンテはですね2枚あるわけですね。この若い方の女性と。 そして、この女性と、あのー、比べてみて分かりますが、全く同じなんです。全く同じなんですよ。これはプリントアウトして、ただ、その、な、ま、ん、あ、あのう、ー、<laughs> んか、なんかのね、ソフトを使って、若くしたり、あのまあ、年配のか女性にしたりということをやったんでしょうけども、 どこなの寸部違うはず同じなんですからね。こういうことができると。そうすると皆さんはね、こう,すこういうふうに言うんですね。弟子が描いた、弟子が描いたって。あのこれ、弟子が描いたかどうかということずっと議論してきたんですけど、最近になって初めてというか、やっと去年ぐらいでしたかね、えー、ダヴィンチの作品だと。まあ、あの画風、それから絵の,絵の,絵のもの、タッチが同じだってこということですね。弟子が描くとこんな絵なんですよ。これは当時のダヴィンチの弟子たちが直接に描いたあモナリザの絵なんです。 全然似てないでしょ。ということは、模写はね簡単にできるもんじゃないんですよ。彫刻にしろ、絵画にしろですよ。あので簡単にできるもんじゃないんです。さあ、そこで皆さんに今日は最後にですね私の作品を見せてあげましょう。いいですか私だってダメンチなんかに負けてませんよ。これは実際のイモラの街です。よくご覧ください。現在、Google Earth で捉えるとこういうふうに捉えられるわけですね。そして画像処理をいたします。そして、 ね、画像処理をして、道が黒く映ってますから、まあまあ、これを明るくしてあの、反転します。そうすると道が、道が白くなりますね。で、これからまたさらにセピアカラーにして、コントラストを上げて、そしてもう少しコントラストを上げてみますね。そうしますと、こういう地図が浮かび上がってくるんです。この地図をよく見てください、皆さん。あのダ・ヴィンチの書いた地図と変わらないでしょう。比べてみましょうか。 ダヴィンチが空から見た絵を描いたって,って私は言ってるんですけどもこれを比べてみてください。この細かいところを比べてみてください。あとはもう少しコントラストを上げればあのダヴィンチの絵と同じになると思います。白黒を反転してね、影の付け方をよく比べてみてください。これがその証拠です。Thank you very much for your watching. ああそうそう。アルバート・アインシュタインはこう言いました。You are cheated! ははははは Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshima Hiroshi Hamamase in Japan. Leonardo da Vinci's Aerial Photograph It's proof and evidence. Leonardo da Vinci's航空写真. Some証拠と証明. レオナルド・ダビンチェの残したこの地図を精査しています。これはイタリアのイモーラの街です。寸府たがわずというか、やはり500年以上の年月が経ってますから、家の数、それから道路のあ雰囲気は多少変わっています。しかし、基本的な構図は全く同じといいますか、明らかに航空写真であるということなんですね。では、その証拠をいくつかお見せします。 まず第一にですね、こうして合わせています。まあ、一つはちょうど中央、やや右下にあるのが、これは教会ですね、当時も今もあると思われます。そのままなんですね、でこう重ねていますと、実によく似て、道の太さ、長さ、傾き、それから道の変化がしてますね、あの太くなったり細くなったり、そういう部分まで同じだということにご注意ください。 でさらに拡大してみますと、ここに教会の屋根が見えますね。この角今の矢印の方から見たのがこの教会ですあ。そしてこの屋根を見てください。どうしてダヴィンチは屋根の様子まで描いたのでしょうか。おそらく煙突か何かだと思うんですけども、今度はこの角度で見てみますと、こういうふうに見えるんですね。普通は歩いていてて、 地図を変えたら、この屋根の様子わからないはずです。今度はこの角度から見,てま,す見,見ますと、向こうのほ手前になってますか、えー、建物がありますね。この建物の屋根まで書いてある。これ、ひょっとしたら中央部は中庭かもしれません。どうして屋根の上から描くことができたのでしょうか。どうして屋根の上の様子をダ・ヴィンチは描くことができたのでしょうか。それは空から見たからなんですね。そこでは空から撮った写真だからこそできたんです。えー、じゃあ、ここの黒い部分は何かということですよね。 当然、影ですよね。じゃあ、この部分をですね、実際にどういう風になっているか、当時のままだと思いますので見てみましょう。この矢印の角度の方から見てみますと、こういう風に、えー、高い塔が見えますね。大きな塔。それから厚い壁が見えます。ちょもう一度こちらから見てみますと、こういう高い、なんてますか、塔というかあ、見えますね。これが大きな影を作っていると考えられます。えじゃあ、この道の横になぜ影があるかということなんですよね。 あの、家は左の方はありませんがね、昔は今はありますけども。それについてはこうした修道場、それに続くまあなってますかね、大きな教会が近くなりますが、こうした塀で取り囲まれていたと考えられます。今は家が建ってしまって亡くなってしまっているわけですね。まあこのようにダヴィンチの絵はですね、調べれば調べるほど航空写真であったということがわかるわけです。なぜダヴィンチはそんなことができたか、当然エイリアンに助けられていたからです。あるいはダヴィンチ自身がエイリアンだった。 可能性が高いもっと言いますとダ・ヴィンチ自身ははっきり言いますレプタリアンでしたこれがダ・ヴィンチの若い時の自画像です Thank you very much for watching and see you n e x t time Bye どうか次のビデオもご覧ください Hello This is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan Today's story is about the trick Made by Leonard Da Vinci A map drawn by 2D photograph technology I like to prove that he used a trick, very serious trick, to cheat humans or us. Kyo no monogatari wa Leonardo da Vinci no tejina, trick, inchiki, This is a very serious uh, problem, so uh, please watch this video very carefully and uh, uh, you, you judge. If I, what I say is true or not. これは私たちのみならず、ダヴィンチにとっても大変、まあなってますか、名誉に関わる重大な問題です。ですから皆さん自身で判断してください。これがイモラのイタリアの街です。で、ダヴィンチはこのイモラの街の地図を残しました。この今黄色いところ、黄色い線がですね、1.41km。もう十分大きな街ですね。 でダビッチが残した地図がこの地図なんです先ほどお見せしましたようにまあ重ねてみたところ寸部たがわず同じなんですねがそれだけではありませんこの道路見てください地図は地図でもこの地図はいくつかの特徴がありますすなわち道だけではないんですねこの交差点がややずれている部分それから道の太さまで正確に表現してあります のみならず、当時は家は少なかったと思われるんですけども家々まできちんと書かれているということなんですね家までそして今も言いましたように道路の太さがですね極めて正確に太い道は太く細い道は細くというようにですね正確にあー表現してあるということなんです私たちが一般的に使う地図とは違うということですね違うというかあの、まあ、今はこうした地図がありますけども 例えば、道が凸凹している部分、今の部分ですね、こうして広場があるところ、道が細いところが曲がっているところ、微妙なライン、こうしたところまできちんと表現してあるということなんです。そしてその、例えばですね、地図ですから道が分かればいいというように、道を書くのではだけではなくて、太さまで細い路地は細い路地。そして、えー その細い路地がです、ね、500年以上も経った今も、まあ、イモラの街では残っているわけですけどもこうしたところこの道がずれているの分かりますか上から来た道がややほんのわずかずれているそれまで表現しているわけですねそしてこの傾き角度家の,の道路の傾いているところそしてこれが完全にクロスしてなくてねややずれてクロスしている部分など、まあ、イモラの街は最後にお見せしますが非常にこうあのごちゃごちゃした街なんですよねあのでこの空から見た 何て言いますか、家の様子まで描き込んであるわけです。分かりますかあのいわゆる、何て言うかな、家中庭まで描き込んであるということですね、分かりやすく言いますと。あのそしてこの、ここの部分見ててくださいと分かりますけども、道がですね、まあ、500年経ってますから、かなりいろいろとあの家も変わったんでしょうけども、細い道、この微妙な細い道まで、えー、描き込んであります。これが大通りでしょうね。 そしてその間に、まあ、あの細い道があるわけですけども、まず皆さんはこの事実をしていただきたいと思うんですよね。あの道の太さがきちんとあの表現してあること、この辺りもそうですね、細い路地まで囲んであるということですね、しかもその角度、えー、太さ、しつこいですけど、太さまで、道路の、ね、幅まで、あの違いまで表現してあるということですね。今のところも道が一回ちょっとこう折れ曲がってるんですけど、こ,れこのところもそうですね。 あの今は道になってますけども太いところは太くというふうにその太さもですねあの正確にあの航空写真のようにあの表現してあるということなんですこの角を見てくださいね細い道と太い道そしてここで何て言いますかねまあ今これあのこのや,ややこう斜め下の方へ下がっている道の表現ね あの、ってことはこのダヴィンチはこの地図を書くときにですね、書く通り、それぞれの通りの角度まで全部きちんと測って、測ったいうことになってしまうんですね。そしてこの細い道、今のやや曲がった道、まあ2、二度目ですけども。そしてここのところ、太い道がここでぶつかって、上からの細い道がここから、あの、入り口が細くて中が太くなってますでしょ今のところね。で、この広場のところを見てくださいね。で、これを広場をここへ持っていきます。 そしてこの辺りがどんな様子であるかということは、まあこれは500年前も今もここが広場になっているわけですけども、その広場が実はこういうふうになっているわけですね。いわゆるその目線の高さではですね、こうしたごちゃごちゃした街並みというのは、まあ当時は家は少なかったにしてもですよ、あの、広、全くの平らな場所をこの測量するという問題でもないんですよね。まあ、そしてこの道が、 あの書き込んであるわけですけどもここでもまあ細い道がここにこうありますねそしてその十字路がややずれているところまで表現してあるでこの、まあ、繰り返しになりますけどもただのど地図ではなくてまさに空から見た家まで書き込んであるということなんですよねそしてその家も、まあ、あの大きく家は変わったんでしょうけども あの残念ながらはっきり見えませんが、それ、この今度横線に切っていましてね、これを逆さまにして、まあ、逆さまにすることによって、称号が楽になりますから、こうして合わせてましてマスですと、ね、ぴったり重なるんです。ということは、極めて正確に、まあ、普通では考えられないほど、それこそもう道路一本一本、全部精査して、何メートル、何センチまで測って、3日は、まあ、にしてもね、測ってこうして合わせて、作ったってこと、地図を作ったってことです上がダ・ヴィンチの地図です。 別のところでも同じようにあの、同じ箇所を切り出して下を逆さまにします。こうすることによって、アップサイドダウンにすることによってですね、あの、幅の間隔、プロポーションをね、正確にすることができますから。そして、この道を合わせてみますと、これはの上下がね、ややずれてますから、あのこの矢印のところで見てください。このようにぴったり重なるんですね。ということはあの、この地図を作るにあたって、ただ測量しただけではなくて、 角から角まで何メートル何、何十センチ、何十何センチっていうところまできちんと測量してやったっていうことしか考えられません、ね。もし人間が書いたとしたらですよ。こうして、この、なんて言いますか、あ道ができていくわけですけども、この広場もそうですね。これはまあ、先ほどもお見せしました。で、今度はですね、じゃあ、プロポーションはどうかと。で、この距離が1058.9メートルなんですね。 で、地図の上で測りますと82、82mm、8ンチ2ミリなんです。あの、小さく、小さいですから、当然エラー出ますよね。で、ここが5、24. 2 4 2ルなんですね。この黄色い線が。ちょうどあの、角から角、測りやすいところを選びました。そして測りまして、こう同じようにいる、あの、色ろメジャーで、あのー、測っていきます。そして、えー、測りましたですね。そうすると、その、 距離をですね、あの紙,紙の測った 82mm で割ると12.91、12.63という数字が出てくるんです。で、これじゃ足りませんので、さらに2箇所念のために測ってみました。で、ここが4 7 4メートルで3 8ミリですね。あの、プリントアウトした地図の上では。で、割りますと12.47。わかりますかこの正確さ。 今度は7 8 0 5ルですけども、それはあの紙の地図の上で測ると6 0 5ミリメートル割ると12.90ということになるわけですね。まさに正確12ですね。いわゆるこのエラーの,あの誤差というか、紙,紙で測ったセンチはあのどうしてもあのあのエラーが出ますかね。これはまさに写真だということですね。これが私の結論です。これは手で書いたものではありません。で、いあのイモーラの街を まあ見ていただきますが、このこ,こはあのダヴィンチの時代からあったところですね、こうしたもの、これもダヴィンチの時代からあったものですね、イモラのストリートビューです。あと、まあ、あの道路のことは、ね、500年前のことですから分かりませんが現在要は、現在はこういう感じですね、こういう中で先ほど申し上げましたように、地図を作るということは、あ,あのような地図を作ることははっきり言います、不可能です。 空から写真を撮って、それをそのプリントアウトして、それを元に地図を手で書き写すことであれば可能ですけどもね。人間が測量して作るのは不可能です。可能だというなら可能なる,なる方法を見せ,て見せていただきたいと思う。さらにダヴィンチは手のコントは、まあはっきり言えばインチキをしてますね。この放射線を見てください。いっぱい線書き込んでありますでしょこの線は全く無意味なんです。 あたかも、この測量して書いたということを見せかけるために、全部でですね、3 2等分して、そしてその、あの、測量したように見せかけてるわけですね。こんな線を引いたところで、町の、それあの、なんて言いますか、地図が書けるわけがないんです。ということで、あの、三,三角測量、測量でね、三角形を合わせていろんな、あの、あのまあそ、それはあの、 あの現在の方法で使えばできますけどもしかしそういうそうでなければ地上にね歩きながらこの地図を描くことはこんなあの不可能ですこの線は全く無意味だということですこれがダヴィンチのトリックですダヴィンチは明らかにエイリアンに助けられていました Thank you very much for watching and see you next time. ByeHello This is Hiroshihaya Shi, Hammam City, Japan.The most beautiful thing in the world is mysterious.Mystery of a map by Leonardo da Vinci.Who else created it? みなさん、こんにちは。えー、1 2 8号の追記版です。えー、もう一度、えー、詳細に言ってみますか。あダヴィンチの絵を検証してみました。これがダヴィンチの 書き残した地図ですね。これが実際の Google Earth 上の、えー、地図です、まあ。地図というか、見た地球の姿ですね。で、この両者を比較してみますと、えー、まあ、この矢印のところを見てください。同じ位置を、同じ、まあ、川がねあの、分かれているところあの、形がはっきりしているところを線で繋いでみました。で、このようにプロポーションが全く同じなんですね。 ということは極めて正確に、えー、ダヴィンチは、えー、イタリア上空の地図を描いてるわけです。まあ、今度は、色を落としてみましたが、で、こう、山が黒く、この場合はですね、平野今、白く判定してますから、平野部が黒く、山が白くなってますけども、山の形も非常に複雑に描き込んでますね。あの、ただ黒く塗りつぶしてるだけじゃなくて、 そして、まあ、こうして今度は上下に比べてみましても、やはり同じ割合で書いてある。ただ、あの、ダヴィンチの絵をやや斜めから見てるという感じで、えー、遠くなればなるほど、あの、幅が狭,狭まっていくのがわかります。まあ、あの、ダヴィンチの書いた山はですね、ただの黒つぶしの山ではないということですね。で、こうして反転してみますと、それがよくわかります。 山がですね、非常に複雑なまま、まるで写真のように、写真ですよね、これは、のように浮かび上がってきます。上がイタリアです。下が日本です。同じ高さから見てみました。高度は、えー、230キロから40キロです。いかにこの広範囲にわたってダヴィンチが正確に地図を描いていたかが、これで皆さんにもわかっていただけると思います。 続くビデオは1208号です。どうかお楽しみください。Thank you and bye.Hello, this is h i r o s h a y a s h i Satoshi Morimoto and Tube Store Japan.Who assisted Leonardo da Vinci?Mystery of a map over Firenze。誰がダ a v i n を助けたか ?Firenze の地図の話です。 えー、ダヴィンチは実に奇妙な地図を書き残しています。えー、左がダヴィンチの書き残した地図です。右が Google Earth 上で探した同じ場所の地図です。えー、ダヴィンチはフェレンツェの地図を書いていました。で、色を落としてみますと、この両者は区別がつきませんね。で、フェレ,レンツェはここです。そして海までの距離が95キロ、約100キロですね。 で、100キロという距離がどういう距離かって言いますと、東京から富士山までの距離にほぼ匹敵、えー、しますね。それで、その、この地図の中には、あの、まあ、これ今80高度、82キロから見たところですけども、えー、ここがフェレンツェなんですね。で、100キロという距離は、そんなに簡単に、あんまなんて言いますか、わかる距離でもないんですよね。それで、ここに川が、 まあ、分かれてますけども、こうした川までですね、あの、ダヴィンチは書き残しているわけです。で、1500年代ですからね、16世紀ですから、今から500年前にですよ、当時はまあ、道も、まあ、貧弱だっただろうし、あの、この辺りでもやはりこう、人だと,と離れた山の中だったと思うんですけどもね、しかしこんな地図を、 ダヴィンチは書き残してるわけですね。川の一部正確に、あの、やや角度があの違うかなっていう部分もありますけども、まあ、こういうふうにこの川の位置まで正確に書き写してるんですね。で、これを見たときに、本当にこれダヴィンチ自身が書いたのかってことを疑問に思ったわけですね。で、ダヴィンチを調べてみますと、ダヴィンチ自身がこんな絵を書き残してるわけです。で、この二人は誰かという問題が出てくるわけですね。で、 これ、もちろんダヴィンチのスケッチですよ。森本聡さんが届けてくださいました。で、右に、これがあの、パラカスで見つかったあの、超等人間、いわゆるコンヘッドですね。で、このコンヘッドと、今あのダ、ダヴィンチの描いた絵と合わせてみますと、ぴったり合うんですね。これがまたね、鼻の形、口の形、そ背が頭の形も合うわけです。となると、右はコンヘッドと考えて良いのではないかと私は思うわけです。それで、じゃあ左のこの男性は誰かですけども、まあこれがこれ、大きな謎なんですね。 そこで、まあ、あの、調べてみました。で、コーンヘッドっていうのは、あのもちろんエイリアンです、これは。あの、パ、これはパラカスで見つかったコーンヘッドですけども、鑑定、DNA の鑑定の結果ですね、人間とは違うミトコンドリアを持っていることは分かっています。まあ、そういう、その、これはあの、コーカサス,スで見つかってる、あの、コーンヘッドの頭蓋骨ですけども、えー、 ま、DNA 鑑定するまでもなくですね、これは右の方はエクワルドで見つかった、私がその去年に、まあ、1年以上前から持ってた写真なんですけども、ここを見てくださいね。人間にはこの真ん中にこうあの、方合線って線があるんですけども、超等人間、コーヘッドにはこの、この方合線がないんですね。すなわち、コーヘッドは人間とは違った頭蓋骨を持っている。すなわち、人間ではない。すなわち、エイリアンということになるわけです。となると、左の、ま、ああの、 わはるパラカスの頭蓋骨、いわゆる超等人間はコーンヘッド、なあちエイリアンであったとなるわけで,で、まあ右はエイリアンでいいわけですよね。じゃあ左は誰かということなんです。まあこれ何度も精査してきたんで、まあ今日は簡単にしますと、この、この人物は誰かですけども、実にダヴィンチは奇妙な絵を書き残しているわけです。これがそれなんですけども、えー、これはあのー、 ケンミアさんが教えてくださってたんですけど、元、いわゆる 3D モデリングの元の原画なんですね。そして、あの、まあ、何度も精査しましたで、ね、簡単にしますと、この顔が同じなんですね。特にあの、こういった場合は傷なんかをね、精査するというわけです。外同じ、一致するわけです。ということは同じなんですね。そしてその、やや傾きを変えたのが一番右へ来るわけですね。そしてその、まあ、この人ですよね、問題は。で、この人を反転して、あの、先ほどの超等人間の 横にいた男性と並べていますと、これは一致するわけですね。あの、そ、あの、目の、目,目から、それから、イボから、あの、それから、鼻の、鼻なんかもよく似てますね。で、口を見ますと、これは、あの、人間の口とはちょっと違うんじゃないかと思うんですね。はっきりあの、絵がわかりませんけども、あの、歯,歯の数が多いですし、まあ、歯並びが悪いと見るのか、歯の数が多いと見るかわかりませんけども、多いんですね。で、ダービンシネを並べていますと、この三者が同じだということに気がつくわけです。まあ、あの、 YouTube はね、その都度ポーズして、あの皆さん、ご自身で検証できますから、どうか検証してみてください。この三人が同じだということになってくると、一番左の人間は、男はですね、あ、メンはですね、すなわち、リオナルド・ダ・ヴィンチということになるわけですね。もう一度その、リオナルド・ダ・ヴィンチと、えー、この、えー、ダ・ヴィンチですね。私たちが知っているダ・ヴィンチ像と比較してみますと、これまた、実にこうなってますか絶妙ってますかね。一致するんですね。ですから、 この二人は同じであると。で、まあ、ずっと見ていきますと、ということはダビンチ、この左の男性はダビンチと、まあ、見ていいわけですよね。そうしますと、この今言いました、先ほど言いました、そのコーンヘッドと一緒に立っている左の男はダビンチであると。ってことはダビンチはコーンヘッドに助けられていたと。いわゆるエイリアンですよね、はっきり言えば。に助けられていた。 まあ、エイリアンですから、外惑星、まあ、エクセチューショナルビーンですね、が来てると。といるこで、まあ、今言いましたように、顔がぴったり合うと。そして、まあ、まあ、もう結論が出たようなもんですね。なあちダ、ダヴィンチは、まあ、コンヘッドエイリアンに助けられていたということになるわけです。となると、地図の話に戻りますけども、結論から言いますと、えー、このフィレンテの上の、を書いたこの地図はですね、まあ、 人間が描いたという可能性もそれはなきにしまらんですけどね。なんせこのコードに30キロ以上でないと、この地図は描けませんので、あのー、はい。そういった地図をダヴィンチは描くことができた。すなわち、彼はコンヘッドに助けられていたということになるのではないでしょうか。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!